アイスプラントは、ハモミズナカメセンブリアンテマ属の植物。ヨーロッパ、西アジア、アフリカ原産。表皮に塩を隔離するための細胞があるため、葉の表面が凍ったように見えることが、名前の由来である。英語では、アイスプラントは、本種が属する、ハモミズナカの植物の総称で、競技では、アイスプラントはむしろ体幹、松葉菊属や松葉菊属を指す。 また欧米では近煙のカーアポブロータスエジューラスの方が食用のアイスプラントとして一般的である。乾燥に耐えるとともに耐炎塩性が高い塩なす植物の一つであり、海水と同程度の濃度の塩化ナトリウム水溶液中でも水耕栽培が可能である。さらに生活感が半年程度と比較的短く栽培も容易なため植物の 耐炎性研究におけるモデル生物として、学術的な注目も集まっている。水耕栽培ではなく土耕栽培を行った場合は、地中にカドミウムなどの有害な重金属が含まれている場合、一般作物以上に吸収、蓄積する特性がある。乾燥や塩ストレスを与えないと、一般的な光合成経路である C3 光合成を行い、乾燥。 塩ストレスを与えると CAM 型光合成へ移行することができる。CAM 型光合成を行うアイスプラントは、アミノ酸のプロリンやピニトールといった環境的合用質をより生合成することによって過酷な乾燥ストレスから生態を防御する。また、表皮には塩脳細胞と呼ばれる体内に侵入した塩類を隔離するための細胞が発達している。 塩の細胞の大きさは2ミリ前後に達し、透明でキラキラと輝くため、種名のクリスタリナムの由来となっている。フランスでは、フィコイトグラシアルと呼ばれ、フランス料理の食材として使われている。アフリカでは民間薬や石鹸として利用される。味や香りが薄いため、サラダや天ぷら、炒め物などの料理に適している。日本でも佐賀大学農学部が栽培化し、 塩味のする新野菜として紹介したことをきっかけに、近年、全国各地でも栽培され始めた。国立ファームは、ソルトリーフ、佐賀大学発ベンチャーの農研道バ原、フトクリスタルリーフ、アグリシャワプッチーナ、滋賀県長浜市の日本アドバンストアグリは、ツブリナという商標を用いている。また、静岡県では、ソルティーナや塩ナノンナで販売されている。 アイスプラントに含まれるピニトールには血糖値改善作用や肝機能改善効果があるとされる洋出店医学。また、国内でもアイスプラントを配合した化粧品が開発されるなど、その保湿作用やビタミンに着目した新規素材として使われ始めている。ありがとうございます。